シャーマン DD 水陸両用戦車は、陸上のみならず、河川などの障害物を、浮き港あるいは潜水塗装することのできる戦車を指す。水域の移動方式により、潜水戦車、あるいは浮き港戦車とも呼ばれる。水域の移動方式で大きく分類すると、船のように水上に浮かぶ浮き港方式と、水底を走行する潜水塗装方式に分けることができる。 浮気口中のシャーマン DD 車体自体を軽量に設計し、あるいは必要に応じて浮力材を装着できるようにして、船のように水上を航行する方式である。折りたたみ式のスクリーンを展開して浮力を稼ぐ例もある。推進力を得る方法としては、陸上走行用の履帯を動かして水をかく方式と専用のスクリューを装備する方式の二つが一般的なほか、 機動林に水かきを装着した外輪線方式の実験例もある。立体方式の場合、立体が水上での推進力を生み出しやすい形状をしている。浮き航方式の欠点は軽量さが要求されるため、十分な武装や装甲を実現することが困難な点である。そのため、実際に開発された例の多くは、軽戦車以下の戦闘力しか有していない。 既存の通常戦車に浮力剤を追加装備した例には必要な浮力剤が巨大なものとなってしまい実用困難となったものも多い。また、水上高行速度を上げるためにはスクリューが必要であるが陸上での行動時には無駄な重量物となってしまう欠点もある。なお、水陸両用戦車と呼べるような武装はないものの現代の装甲車のうちには とかに使用できる程度の浮港能力を有するものが広く見られる。もっとも防御力を重視して浮港能力を諦めたものも多く、当初は浮港可能だった中にも走行強化による重量増加で浮港能力を喪失した例もある。シュノーケルを用いて推定を走行可能とする方式である。浮港方式に比べると重量制限が緩やかなため、 十分な武装や走行を施しやすい利点がある。一方で、水圧に耐えて完全な水密性を保つ必要や、複雑なシュノーケル機構を開発する必要があるほか、推定地形の影響で行動不能となる危険もある。第二次世界大戦時のドイツ戦車の多くが採用している。現代の各国の主力戦車は、シュノーケルを 追加装備して、水深3から5メートル程度の河川を潜水と称することができる。逆に言えば、現代においては、多少の潜水能力を有するのは一般化したため、この程度の能力では、わざわざ水陸両用戦車と呼ばれることは、あまりない。第一次世界大戦中に、近代的な戦車が出現した後、1920年代には、各国で、 水陸両用戦車の研究が始まっている。例えば、日本陸軍は1926年に水陸両用小型装甲車を試作し、その後1933年には、数種では SR2、SR3 を試作し、一部を日中戦争での実戦試験に投入しているが、正式配備とはならなかった。量産が行われた最初の水陸両用戦車は、 1931年頃に開発されたビッカースカーデンドイド A4E11-12 水陸両用戦車である。浮航方式でスクリュー推進することができたが、武装や走行は豆戦車級の低性能であった。イギリス陸軍には不採用となったものの中国やオランダ、ソ連などに輸出された。ソ連ではデッドコピーとして T-33 が作られたが、 あとに、独自の改良発展型である T-37、T-38 が生産されている。これらカーデンドイド系の水陸両用戦車は、ノモンハン事件や冬戦争において、実戦投入された。潜水方式では、ソ連で BT-5 戦車を改装して、シュノーケルなどを装備した BT-5PKH、AH、が開発され、1936年頃に、 少数が部隊配備された。第二次世界大戦においては上陸作戦の増加から多数の水陸両用戦車が開発、実戦使用された。ドイツ国防軍はイギリス本土上陸作戦のために既存の戦車を改造した水陸両用戦車を開発した。武器工方式の通合水陸両用戦車は通合戦車の車体後部のエンジン周辺を防水カバーで覆い、 車体の側面に2個、または前後に船型のフロートを装着したものである。推進は離体の回転により行い、水上での移動速度は時速 10km 程度だった。潜水方式の3号船水戦車及び放合船水戦車も開発された。これは3号船車及び放合船車の車体の隙間を防水カバーで覆い、エンジンの吸気。 背気は逆流防止弁のついたチューブを水面のフロートまで伸ばして行い、水深15メートル程度の海底を離帯によって時速5キロメートルで進んだ。以上のいずれもフェリーボートで上陸目標地点沿岸まで運ばれ、そこから発進する運用が予定されていた。イギリス本土上陸作戦は延期されて使用されなかったが、 通号水陸両用戦車とスリー号潜水戦車は一部改造の上で第18戦車大隊へと配属された。そして1941年6月のバルバロッサ作戦に投入され、ブック川とか作戦で使用された。なお、T ーガー I10 戦車の初期型も都会用の潜水装備を有していた。これは重量制限のため強梁使用が困難な事態を想定しての設定である。 また、太平洋戦域において、島伝いの飛び石作戦で、日本に迫るアメリカ海兵隊は、主事な水陸両用車両を開発しており、水陸両用戦車も使用した。一つは、水陸両用の装甲兵員輸送車である、LVT を原型に、戦車や自走砲用の砲塔を搭載した、LVT 系列のものである。他方で、 既存の M4 中戦車を改造することも行っており、浅瀬での行動が可能なように、エンジンのある、車体後部から、巨大な吸気、排気用装置を髪型に伸ばした車両を使用している。イギリス軍でも、パーシー・ホーバート少々式の下、M4 中戦車を改造したシャーマン DD と呼ばれる、浮き公式の水陸両用戦車を開発した。ノルマンディ上陸作戦に多数投入されたが、 波浪により多くが水没する結果となった。そのため軽量な豆戦車改造でも十分だったとの意見もある。日本では海軍が陸戦対応に開発した特に式内過程が実戦投入された。一定の水陸療養性能を有する走行、戦闘車両が増える一方、専用の水陸療養戦車はあまり多くない。ソ連の PT-76 や 中国製の発展型が挙げられる程度である。PT-76 系列は、ベトナム戦争などで実戦使用された。なお、冷戦期には、海底作業や潜入工作用の立体付き潜水艇が研究され、これらが潜水戦車と俗称されることがあった。ドイツ国大日本帝国イギリスアメリカ、合衆国ソビエト連邦スウェーデン中国北朝鮮。 ありがとうございます。